東京都心が大きく変わろうとしています6年後のオリンピックを見据えて外国企業を誘致する動きが活発化しています東京駅前のオフィスエッグジャパンと呼ばれるこの施設は外国企業やベンチャー企業を誘致し支援している新たにアメリカの企業4社が入居したため先月オフィスを拡張した昨年オリンピックの誘致も決まった業で これまでどちらかというと、目を向いていただけなかった方々にも、えー、たにこ,ここではオフィスを貸すだけではなく、会議室の手配からビジネスの相談まで、ソフトの面でも外国企業を支援、周辺に4200社が集まる立地を生かして、交流の場を設けるなど、人脈作りもサポートする。

家具や食器などが備えられホテルとマンションの中間にあるサービスアパート今月完成したこちらは英語に対応するコンシェルジュや御用聞きサービスなどを利用できる長期出張の外国人ビジネスマンがターゲットだ今までこういうものがなかったというのに、まあ、大変不自由していたというようなお話も聞きますので今後もですね、ウェイトを少し高めていく 三井不動産は日本橋周辺で2020年までに8カ所の再開発を進め外国企業などを誘致するオリンピックを追い風に東京は世界一ビジネスしやすい街に変貌できるのだろうか。